株式会社岡村は日本の家具、産業用機器等の製造を主な業務とする大手メーカーである。旧称号は株式会社岡村製作所。本社は神奈川県横浜市に所在。製造、営業などの拠点を国内各所に持つのほか、海外では米国、英国、オランダ、アラブ首長国連邦、太陽国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、 中華人民共和国に進出している。東京都千代田区長田町のショールームには、企業博物館、岡村椅子の博物館を併設している。コーポレートスローガンは、人を思い、場を作る。オフィス用の家具、収納、アクセサリーなどを扱っている、国内企業の一つである。オフィス家具、小環境の店舗用重機では、国与と伊藤基を抑え、国内シェアトップ。また、 オフィス家具では売上高が世界4位である。かつてはシステムキッチンも生産していたが、現在は撤退している。ミカサツーリング太平洋戦争敗北によって、業務を失った航空機メーカー、日本飛行機の旧社員であった吉原健次郎たちによって、横浜市磯国岡村町に1945年10月に創業され、岡村製作所として、 金属加工技術を生かしたアメリカ軍向けのスチール家具納入で業績を高めた。社名は創業の地から取られた。事務用椅子をはじめとするオフィス向け家具類では高いシェアを持つ。店舗陳列重機の分野においても高いシェアを持ち、国内唯一のフルラインメーカーである。また、建具の製造や設置工事も行っている。1949年からは、 日本で最も早い時期にトルクコンバーターの開発に取り組み、これを素地として産業用機器の開発でも地方を固めた。1950年代中期に日本国有鉄道が駅構内の貨車入れ替え作業合理化用に開発、量産した貨車移動機の変速機として岡村製のトルクコンバーターが多数採用される実績を挙げている。 1957年から1960年にかけてはトルクコンバーター搭載の全輪駆動小型自動車、ミカサを生産した。これは日本初の自動変速機搭載車として注目される存在であったが、自動車の販売力が弱かった上にメインバンクがホンダを優先し、岡村にはオフィス家具に専念するよう勧めたため、サービスカー仕様を500台強。 オープン2座のツーリング仕様を10台ほど販売し、終了している。1953年に日本大学と共同で日大岡村 N-52 という並列複座の軽飛行機を製作している。開発には旧海軍航空技術省の技師山名正雄も参加している。2009年には東京虎ノ門に岡村椅子の博物館をオープンさせた。前日の 三笠ツーリングも展示している。現存する唯一の車両とされ、かつては大阪市内の御堂筋に面した大阪ショールームに展示されていた。2018年4月1日に称号を株式会社岡村に変更した。同社はかつて松下電工と親密だったが、その後は新日本製鉄と親密である。また三菱 UFJ 銀行がメインバンクであり。 三菱商事と取引関係にあるなど、三菱グループとも近しい関係にある。なお、同じ鉄加工品メーカーで、オウム心理教によって、買収工作が行われた、岡村鉄工とは関連は、一切ない。コンテッサ世界中で、高い評価を受けている、アーロンチェアに対抗すべく制作された、白爵夫人の名を冠された、多機能、デスクチェア。ジョルジェット・ジュージアーロによりデザインされた。 流線型を主体としたデザインを採用している。アーロンチェアとは、同価格帯であり、競合商品にあたるが、ワーキング用途では前傾機能のある、アーロンチェア、リラックス用途では後傾機能とヘッドレストのある、コンテッサが優れている。バロンを同じく、ジョルジェット・ジュージ・アーロによりデザインされた、男爵の名を冠された、多機能、デスクチェア。コンテッサの弟分として位置づけられている。 コンテッサと比べ価格も比較的手頃になりヘッドレストも大きく柔らかくゆったりとリラックスできるためリラックス用途においてはコンテッサよりもバロンを評価するものも少なくない。なお2018年現在においてコンテッサもワイド型ヘッドレストをオプションで選択できるようになった。レオパードイタリアの高速列車板は500。 フレッチャロッサの2012年の大規模改修に伴い、沖電機工業と共同で、ニューコンセプトシーティング、レオパードを開発。同社内会議室用、ミーティングチェアとして採用された。このデザインも、同改修で、内装デザインを監修したジョルジェット、ジュージアーロの監修を受けている。スイフト天板稼働式のジムデスク。高さが変更でき、着座、立位で働くことが可能なので、 業務効率改善やクリエイティビティ向上が期待できる。楽天グループが全社員にこのデスクを一括導入したトラバーストラバース限界まで薄く、美しく強いをコンセプトに開発された最大5.6メートルを一直線に横断する薄く美しい天板と広々とした足元空間を叶える強靭なビーム構造により 大型でも圧迫感のないカンファレンステーブル。配線類をビームと足内部に収められるので、機上面を常にスッキリと保て、今日の働き方のニーズに応えながらも高いデザイン性と使い心地の良さを両立した存在感のあるカンファレンステーブル。トラバースは、米国建築設計事務所ホークのプロダクトデザインチームホークプロダクトデザインの美しく革新的なデザインと、 岡村の設計、生産技術の融合により生まれた。小田急5万系電車の普通車用座席動車は、鉄道車両用座席も手掛けるようになり、小田急電鉄ロマンスカー5万系及び6万系の座席を製造している。座席のデザインは、動車両の総合デザインを担当した建築家、岡部則明の監修を受けている。また、京成電鉄スカイライナー、 新 AE 型の座席も製造している。この座席のデザインもデザイナー、山本関西の監修を受けている。劇場用シートも多く納品実績を持ち、NHK ホール、歌舞伎座、関税能楽堂など、有名ホール、施設に多くの実績を持つ。かつては、関口博のサンデーモーニング、竹村健一の世相を切る、三んのまんまに提供していた。カタログで見る。 日本社懐かし物語 P94 から9539は、三笠ササービスカー ISBN4 から895222365。ありがとうございます。